どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日は、ゆりこちゃんに撮影をちょっと協力してもらって、サイドバングの作り方、カット方法とスタイリング方法をやってみました。今韓国でもう爆発的に人気な、オルグルソミョルカットって言います。消滅するっていう意味なんですよね、顔周りのサイドのね。で、どういうことかって言ったら、顔周りにちょっと動きをつけて、あと骨格をちょっと隠してくれるカットになるので、すごい小顔効果が出て、でもペタンとするんじゃなくて少しこう動きがあってふんわりとするので、バランスも結構取りやすい形になるかなと思いますので、それのやり方今日はやってますんで、ぜひ皆さんこれも参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずは耳前の髪の毛を分け取ります。顎下5センチぐらいの長さで切っていきます。毛先をチョップカットでぼかしていきます。反対側もしっかりと溶かして切っていきます。このくらいの長さになってたらベストです。前髪がある方は前髪を上下に分けていきます。 32mm のマジックカーラーで前に向かって巻き込んでいきます。下の髪の毛も同様に前に向かって巻き込んでいきます。コテを使って中間から軽く内巻きに巻いていきます。小分けに分けながら巻いていくと綺麗なカールが出やすいです。巻いたら外側に流していきます。反対側も同様に内巻きに巻いていきます。後ろ側もランダムに巻いていきます。全部巻き終わったらカーラーを外していきます。バームをしっかりとなじませてから、毛先の方から塗っていきます。カールを少しほどくような感じでつけていくと綺麗につきやすいです。毛先がついたらサイドバングのところもつけていきます。全体にバランスを整えたら完成です。Thank you.